はい、どうも、こみです。いやー、今日ですね、危なかったんですよ。電車に轢かれそうになりました。早速何かって話なんですけどね、ドイツの、線路とか踏切って、遮断機ないんですよ、基本的には。ね、ないんでね、ちょっと考え事しながら、歩ってたんですけど、そしたら、横からこう、トラムっていうんですかね、その地上走ってる、まあ、その路面電車みたいな、やつが来てですね、で、あわやでしたね。一瞬、その線路に入りかけて、やばっと思って出たんですけど、めっちゃ運転手に睨まれてですね。まあ、こっちが悪いんですけどね。まあ、そこら辺結構自己責任の、文化らしいので、そういう事故があっても別に過失致死とかにはなんないみたいですね、運転手さんあんまり。なんかやっぱそういうとこが結構、まあ、国のその文化というかね、法律というかが違うんだなってことを改めて経験したんですけども、本日はですね、関西クラクラクラブのノラからちょっとですね、動画をお届けしたいというふうに思います。で、本日のテーマはですね、イエティですね、イエティ見ていきたいというふうに思います。で、この攻め方っていうのは、基本的にグランドウォーデンのオデヒっていうのをね、使ったグランドウォーデンのその、ヒーラー、パートからイエティに入るっていうのが、まあ、基本的なパターンだと思うんですけども、今ですね、突撃艦とかライトニングの呪文っていうのが結構、壁の中の施設をこう壊すパターンとして使われるようになったのは皆さん記憶に新しいと思うんですけども、それを使うとですね、結構この攻め方っていうのが、クイヒからのイエティ、こんな風に変わってくるっていうケースが結構見られるんですね。で、本日まずちょっと1本目はですね、このアタック、まあ、一般的な、イエティから見ていきたいと思います。で、それ見たら次はですね、私が言いたかったその、クイヒエティに打っていって、合計動画3本今日、ご覧いただければなというふうに思うんですけども、これですね、Kさんが攻めたアタックになります。で、まあ、この村はちょっと施設レベル若干は低いんですが、まあ、とはいってもね、大砲とかがちょっと低いぐらいで、それ以外はね、タウンホールも含めてこうカンスト級の施設になっているので、まあ、そんなにね、弱くはない防衛の配置を、きちっとイエティで落としてきます。で、まあ、見どころとしては、まあ、綺麗なユニットの、誘導もそうなんですけども、後半部分でこの使うスケルトンですね、どこに使っていくのってところをちょっとね、気にしながら見てもらったらなというふうに思います。まずはこんな感じで、グランドウォーデンのオデヒーパートってやつですね、これを使って、オデヒー、グランドウォーデンヒーラーなんでオデヒーですね。で、一層壁の内側、ここの領域までをこう削っていくんですね。こうすることによって、後から入ってくるイエティたちっていうのが、横に、まあ、反れないと。まっすぐ中に向かってくれると。まあ、こんな風なね、なんていうのかな、作用を意図した、カットになってます。で、ここからね、結構ギリギリですね、ロイヤルチャンピオンを釣りそうになるんですけども、これは釣らないように注意して、しっかりと、イエティをグラウンドオーデンのそばから出して、イエティにグラウンドオーデンがこうついてくるようにですね、スイッチさせます。で、普通はこんな感じですね、アーチャークイーンはこのイエティパートに混ざって壁の中に入ろうと、していっていると思うんですけども、こういう形でですね、流していくのが、基本的なイエティの、入れ方になります。グランドウォーデンを使ってカット。で、今回で言えばもう一箇所ここですね。ここはイエティを使ってカットしましたね。一体だけイエティ。で、カットして、で、本体のイエティたちをガツンとこう入れていくっていう感じですね。で、東海省の中身はホグライダーなんですけども、ロイヤルチャンピオンとホグライダーを組み合わせるっていう形ですね。で、後から合流したホグライダーがロイちゃんに、向かっていって、で、そのロイちゃんのターゲットをホグが取ってくれるっていう感じになるんですけども、これ、シングルインフィールドのターゲットをこうやって、ずっとですね、スケートンで集め続けるんですね。で、この効果意外と大きいんですよ。フリーズの呪文なんかを使うと、フリーズの呪文が切れちゃった後にロイヤルチャンピオンに、スケルトンが、シングルインフィールドのターゲットが移っちゃうというケースがありますね。今回スムーズに行きましたけども、まあ、これはたまたま運が良かったっていうことで、もしもここにスケルトンなんかね、罠か、罠で置いてあった場合なんていうのは、ロイヤルチャンピオンがスケルトンに捕まっちゃって、で、ずっとスケルトンを殴っているうちにフリーズが解けて、で、シングルインフィールドに上がれるなんてことがあるんですけども、そういうね、リスクを、スケルトンの呪文の方が減らしやすいです。まあ、ロイヤルチャンピオンがシングルインフィールドにリーチ、まあ、要するにその、接触してしまえば、そこからはロイヤルチャンピオンが殴って、やられる前にやってしまえるんですけど、一番嫌なのがね、一歩手前なんかにあるそのウィズソーとかクロスボウっていう、高 HP 防衛施設に捕まっているうちに、シングルインフィールドがフリーズ解けて焼かれちゃうっていう、これが一番嫌なので、まあ、そうなんないように、スケルトンの呪文を使うことによって、遠くにいるロイヤルチャンピオン、よりもスケルトンが先にターゲットを取ってくれるとね、いう形。
を作れるというのがまあ一つね、もしまあ、そういう場面に出くわしそうだったら、使ってもらえたらいいテクニックかなっていうふうに思うんですけど、まあ、本日言いたいのはそこじゃないですね。メインはそこじゃなくて、メインはこれです。ですね、チャンドラーさんのこのアタック見てほしいんですけども、イエティ、クイヒイエティですね、どんな風な場合をにクイヒイエティを使うかっていう話なんですけども、これが一番やっぱ分かりやすいですね。で、ここ、もうこれはもうね、投石機が2本もここにあるんで、まあ、そりゃね、これは突撃艦をぶち込んでいきたくなりますよね。もうちょっとで本当は多分遠くまで、イエティが行ってくれれば安全だったんですけども、まあ、ギリギリ投石機2個折れたと。そうするとですよ、これって、クイヒをここから始めましたよね。これ普通に見ると、ああ、そうねって見えちゃうかもしれないんですけど、この形ってどうなってるかっていうと、はい、ちょっと止めますね。はい、こんな感じですよね。ウィザードが簡単にこの、キャンプをカットすることによって、どう考えてもクイーンってこっちにしか行かないですよね。絶対に。ここに行く、心配っていうのがないんですよね。で、なので、安心してですね、この攻めの場合には、こちら側を、カットしてしまって、イエティたちを、ガンとこうね、中心部に流し込んでいくことができるわけなんですね。これね、流しながら話をしますけども、クイーンが右に行くのか左に行くのか分かんないっていう状態、で、イエティを展開するのってすごく難しいんですね。なんでかっていうと、クイーンの進行方向を見極めてからサイドカットをしようと思うと、サイドカットが間に合わなくて、全部イエティがどっか流れてちゃうっていうケースは、まあ、往々にしてあるわけですね。今回だって結構危なかったんですよね。ギリギリでここがカットができたっていう感じなので、まあ、そのくらいクイーンの進行速度っていうのは、攻撃力が速い分高いので、結構ですね、イエティたちがそれちゃって、まあ、大事件が起こるとか大事故が起こるっていうことはまあ多々あります。なんですけども、こうやって進行方向を固定しちゃうことによって、そういった事故が起こらないように、イエティパートを動かしていくっていう、まあ、それがね、この突撃艦を使ったり、あとは、今のこの、突撃艦の代わりに、ライトニング5発プラスクエイク1発、これを使ってもいいですよね。使うことによって、クイーンが届かない、施設、ギリギリ届かないところですね、届かず、かつ、敵の防衛はクイーンを撃ってくるっていう、まあ、こういうところらへん、ここにクイーンがいたら、クイーンは届かないけど防衛は届いちゃうんですよねっていう、こういうところを削っていって、でその周り外周、ここを、まあ、ウィスなんかを使ってこう削ると、そうすればもうクイーンは必ずこっちに動くから、じゃあここをカットしていけばいいよねって、まあそういうね、もう、なんていうのかな、予定調和的な、攻め方が成立するじゃないですか。こんな風に、進行方向を絞るために、突撃艦ないしは、ライトニングの呪文を使うっていうのは、まあ、これからのね、環境で、まあ一つ、使えるイエティのテクニックになると思うので、ぜひぜひね、使ってみてもらえたらなという風に思います。イエティって実は自分も結構多用するんですね。なんだかんだ言って今の環境ってイエティに弱い配置がまた増え出していて、でイエティって、弱体化を食らった経験がまあ今まであるじゃないですか。でその弱体化によって、まあ一時ちょっとね、ディガホグなんかに押されはしたんですけども、今度ディガホグが結構もう万能編成っていうことで使われる頻度が非常に高いことから、イエティに対する防衛が若干甘くなってるんですよね。で、クロスボウなんかも今その、ライトニングからのラバルなんていうのが流行ってるおかげで、体育も増えてきてるし、で、マルチインフェルノも増えてきてますよね。バルーンを焼くために。で、そうなってくると、イエティの、まあ、美味しい世界になってくるんですよね。対空クロスで、まあ、クロスボウのダメージ、まあ、比較的受けにくい環境な上に、マルチインフェルノの攻撃って、まあ、そんなにイエティとって怖くないので、ヒーラーなんかついちゃったらもうヘのカッパー状態ですからね。それが、やっぱり今の環境でイエティを使いやすくしてる、まあ、一個の要因なのかな、というふうに思います。はい、でもう一個見てもらいたいのがこちら、ドクター J さんのアタックですね。これもね、結構面白い形で、クイヒ、イエティを使ってます。で、面白い形っていうのは、これはですね、そんなにおすすめできるクイヒイエティでは多分ないかな。個人的には、J さんごめんなさいなんですけども、できればここはどうなんだろう、オデヒの方が良かったんじゃねえのかなという気がしなくもないですね。結果的に時間は30秒弱余ってますんでね、オデヒでいけたんじゃないかと思いますけども、まあ、こういう風に左右対称系の形、これまっすぐ線引くと左右対称になってますよね。こんな風な感じで、こっちとこっちが、まあ、ほぼほぼね、ほぼほぼで、こういう配置に対しては、どっちにも流れてもいいように、クイーンを見ておいて、流れた方向のカットをしていくって感じですね。今回のドクター J さんで言えば、
これはもう完全にこっちの3時側にもう流したいのが見てわかるんですよね。アーシャでこれカットしてるじゃないですか。こっち来るなよと。で、ここの、弊社っていうのかな、これ、突破兵器作るあの工房を、カットしてたので、まあ、こっち側もね、カットしておけば、まあ、4時方面から家って降りてきたかったって言うたらわかるんですけども、多分これ逆走しちゃったパターンですね。なんですけども、こんな感じ。逆走してもですね、まあ、すぐにこうリカバリーを入れて、で、イエティをドドッとね、ここから流していければ、まあ、それで、ちゃんと、アーチャークイーンとイエティが合流して、まあ、こんな感じですね。しっかりと中の方にイエティを、アーチャークイーンのヒーラーも、一緒に、歩かせていくことができるということですね。やっぱね、そのイエティ戦術って、一番やっちゃいけないのが、アーチャークイーンとそのヒーラーが別方向行ってるのに、イエティはそのアーチャークイーンとそのヒーラーの方向に追従しちゃいないというね、そういうケース、これ一番やっちゃいけないんですね。いくらイエティとはいえども、ヒーラーの恩恵がないと、さすがにこういう高火力隊では生きちゃいけませんので、ここレイジヒーラーの形でしっかりと、イエティを守っていきながらですね、最後までイエティを生かしていく。まあ、それが、確実にできるのがそのグランドウォーデンのオデヒーからのイエティなんですけども、まあ、こんな感じで、アーチャークイーンの進む方向がある程度予測できる場合、だったり、まあ、どっちに進んでもなんとかなるよというようなタイプの村であれば、空飛を使うことによって、まあ、2つのメリットがありますね。1つは、時間の短縮ができるということですね。で、2つ目のメリットっていうのは、グランドウォーデンに比べてアーチャークイーンの方が施設の突破力っていうのがやっぱ高いので、アーチャークイーンの空飛パートで、施設を削って、イエティが入る前にアドバンテージを取っておくっていうね。まあ、そういう方法、まあ、この2つが、できます。なので、まあ、慣れてきて、おでひからのイエティがスムーズにできるんであれば、まあ、こういうですね、クイヒからのイエティというのもぜひ試してみてもらえたらなというふうに思うんですが、まあ、個人的には、ライトニングとか突撃艦と合わせて、アーチャークイーンが確実に一方の方向にしか進まないっていう環境を作って使うのが、まあ、進めかなという気はします。その方がね、ミスが少ないんで、本当にこれ、サイドカットが、間に合わなかったり、あとは、アーチャークイーンが本当に先に進みすぎちゃったりすると、プランが一気に崩壊するので、そのプラン崩壊を防ぐ意味でオデヒーっていうのも、まあ、すごい、進行がゆっくりで、まあいいんですけどね。そこの、オデヒーの、まあ、デメリット、ディスアンドバテージっていうのを、クイヒーで補ってあげる、まあ、こういう攻め方も一個あるよと。まあ、いうことで覚えておいてもらえたらいいかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。もしこれ参考になったよということであれば、グッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。またですね、我々関西クラクラクラブもまだまだメンバー募集しておりますので、タウンホール13で対戦が大好きだという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、お越しいただければなというふうに思っております。メンバー一同お待ちしておりますので、どうぞご検討ください。では本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。